皆さんこんにちは。今回はビギナーにされると私が困る質問ということで、何が、質問されると私困るかと言いますとですね、リセマラなんですよね。リセマラについて聞かれると困るゲームってマジで致命的だと思うんですけど、本当ね、今ちょっと長期メンテ入ってる SOVS とかならですね、リセマラしやすい、なんかガチャみたいなの、ゲーム運営側がね、作ってくれてやりやすいみたいなのがあったんですけど、このゲームね、このゲームも一応、リセマラしやすそうな、なんかオーダーみたいなのを用意してくれてはいるんですけど、おすすめしないんですよね。今、始めたての人がすぐ引ける、このスタートダッシュステップアップオーダーっていうのがあると思うんですけど、これゴミなんですよ。ゴミっていうか、これに入ってるスキル自体は全然いいんですけど、リセマラするならゴミなんですよ。お茶会採取アリスとか入ってるんで、それ狙っても、悪くはないんですけど、今の時代、今の環境って一番火力出るのがフルバーストスキルってやつなんですよね。で、それ以前に、やっぱりパワーライズ3っていう、強いアビリティですね。パワーライズ3っていう効果が、あるんですよ、アビリティ。アビリティっていうのは防具につける、スキルレコードなんで、どの武器でも使えるんですよね。こう、汎用性があるんですよ。有名だなのだと、こう夜空に逆を割るキリトとか、これはマジでおすすめはしないんですよね、パワーライズ3の中では。これはパワーライズ3っていうやつで、この覚醒スキルっていうのが、出た頃はこれをおすすめしてたってだけで、いろいろスキル出ていくうちにね、こっちのがおすすめだったりとか、いろいろあるんですけど、これが良かったりとかね。なんですけど、このパワーライズ3っていうやつとか、パワーライズ4っていうやつで、このなんか変なマークついてる、これ覚醒って言うんですけど、ここのアイコンになんかそう数字が書いてあるじゃないですか。5とか、1、これ1だけど、この数字書いてあるのが覚醒スキルってやつで、これでね、なんて言うんだろう、例えるとドラゴンボールでいうなんか海洋拳みたいな、ああいう、海洋拳みたいにさ、なんかめちゃくちゃ出力上げると、なんか後でデメリット食らって、なんか体がボロボロになるとか、そういうのはないんですけど、なんかこの間めっちゃ強いよ、この覚醒してる間めっちゃ強いよっていうのがあるんですけど、このパワーライズ3っていう効果を持つこの覚醒スキルがね、強いんですよ。で、そういうやつを、狙うのが一番、理想ではあるんですよね、今の環境で言うと。なんですけど、この無料オーダーとかならさ、これ3ヶ月ごとに新しくなるんですけど、そういうやつなら入ってるんですけど、その提供割合が0.005%とか言って、もうマジで出ないんですよ。で、始めたての人がリセマラするとなると、本当に、これでやるとするとね、0.005%なんで、もう1ヶ月とか、もう1週間でなんとか終わったっていう人もいれば、1ヶ月かかったっていう人も、中にはいるんですよね。それくらいなんかアホみたいにやんないといけないリセマラで、で、リセマラなんかにそんな時間かけたくないじゃないですか。っていうのを考えると、本当にもうなんか、なんて言うんだろうな、毎回そのさ、リセマラ何狙ったらいいですかって、こう聞かれるのがマジで困るんですよ。で、リセマラでさ、何狙うか返答に困るって、本当にさっきも言った通り致命的だと思ってて。俺正直さ、今さ、多分スキレコ数えてないけど、総数、今まで出てきた全種類、1500枚以上あると思うんですよ。で、そんな出てるんだったら正直、覚醒のパワーライズ3くらい出してもいい気はするんですよね。で、なんかその、覚醒、そのパワーライズ3ってやつ、こういうやつ。これあったとしても、その途中までは結構ストーリー、いいんですけど、50層、55層あたりからちょっと厳しくなってくるんですよね。47層とかでも結構ラフコフあたりでちょっと厳しいかもしれないです。人によってはね。で、これあってもなんか、やべえみたいな、
始めたての人はやっぱ操作とかおぼつかないだろうし、まあこれあるとね本当に序盤がすっごいスイスイ進むんですよ。敵弱めっちゃ弱く感じて、最初固定値が上がるのがすっごい強いんですよね。昔本当リリース初期の頃はレベリング環境みたいな感じでレベルさえ上げれば強いみたいな感じだったんで、序盤はね固定値が上がるレベリングがいいんですけど、まあそういう感じで、まあパワーライズさんが あってもねちょっと厳しいっていうのがあるんで、別にそれで取れてもいいんじゃないかって思うんですけど、運営はちょっと、まあ、そういうのちょっと渋って、まあ、出さないようにしてる感じなんですよね。そこをちょっともうさすがに今の環境パワーライズさん1枚あったところで、もうなんかいろんな敵なんて言うんだろうな、弱点属性ピンポイントでつかないと倒せないみたいなモンスターも、まあ、いっぱい出てきて、まあ、倒せるっちゃ倒せるっていうものもあるんですけど、本当に、まあ、特にソロカオスとか時間切れになって倒せないみたいなのもあって、まああれはなんかその運営からするとその高難易度ダンジョンっていう風にしてるんで、まあ、別にエンドコンテンツだし倒せなくてもいいよって感じ、まあ、そういうスタンスなんでしょうけど、でもそのリセマラ何狙った方がいいって聞かれて返答に困るっていうのがすっごい嫌で、毎回毎回聞かれるたびにうんなって、まあこれ今の出てるオーダーだとうぅマジでやばいですけど、うどれうーどれがいいかな、うーどれがいいかな、うーこれうーこれうーこれうーでもアクアブこれアクアブーストでなんか水以外ダメージ低下するからおすすめしないし、うーどうしよう、なんかピックアップでいいやつあったらいいけどな、これフルバースト、あ違うパワーライズさんだけどこれ覚醒じゃないし、でもフルバーストでもいいから、でも固定値800しかついてないの弱いし、なんかリセモラだとちょっとおすすめしにくいし、なんかこれ打属性武器使うときなら強いからなんか打属性専用って感じもするし、あー進めにくいなーみたいになってさ、特にそのこのゲームって期間限定のガチャしかないんですよね。スタートダッシュステップアップオーダーですら初めて72時間以内しか引けないし、でこの看板スキルあるじゃないですか、新登場スキルレコードって、でこういうやつがピックアップ率が高いんですよね、提供割合が。でこれがステップ5まで行くとですね、どれか1枚確定でも手に入るっていうやつで、とにかく、まあ、最近ね7周年までつなげっていうなんていうの、1000ジェムがもらえるなんていうの、アンケートでその新あ違う星4確定無料オーダーと1000ジェムとあと探索ガチャ無料となんか鑑定ガチャ無料みたいななんか4つ選択肢があって、なんかそのツイッターで募集してるんですよね、運営が。で一番投票数が多かったやつ上げますよみたいなので、たまたま1000ジェムもらえるん で一番最初初めてオーダー引けるようになる直前にメインクエストでメインクエスト報酬ストーリー進めていくとメインクエストっていうのが達成されるんですけど、それで250ジェムもらえるんでちょうど1250ジェム使えるんですよね。でそれでステップ1どれか引けるみたいな感じで、まあ、正直さそんなキャンペーンなくてもずっとさ始めたら最初さジェム1000個もらえるようにしてほしいっていうか、なんか、まあ、もらえなくてもいいからパワーライズ3の覚醒が入ってる、なんていうの、常設オーダーかその本当スタートダッシュステップアップオーダーみたいなのを作ってほしい。じゃないとさ何引いていいか分かんないしさ、で分かんなくて引いた人とか超かわいそうじゃんマジで。まあ、俺なんかさ分かんなくてさ引いちゃった、こういうの引いちゃったうわーっつってさなんか悲しんでる人とかいるんで。ちなみにこの中で言うと、まあ、今のところだと、まあ、このサーニャバースデーオーダーっていうのが11月7日までなんですけど、これなんかピックアップこの看板スキルではないんですけど、パワーライズ4というのがございまして、地を呼ぶ声サーニャと、あとなんかもう一枚なんだっけ、なんか忘れたけど、なんかもう一枚パワーライズ4があったんで、ちょっとピックアップ率が本当に
まあ、低いんですけど、まあ、無料オーダーで狙うよりはマシみたいな。死ぬ、やばい、私の発作が死んでしまう。0.170% なんですけど、あの無料オーダーよりはマシっていう感じなので、ほら 0.005% でしょ、どんだけ差があるのって話なんですよ。まあ、0.17 とかでもちょっときついくらいではあるんですけど、まあ、そういうので、まあ当てるのがいいんですよ。でいい加減このゴミみてえなスタートダッシュステップアップオーダーは早く終わらせて、もうフルバースト環境なので、せめてあのフルバーストスキル1枚入れるとか、もう正直あのフルバ1枚あったところで、まあ、イベントは回れるけど、あのボスみんな属性耐性ついてて、ピンポイントの例えば残属性非属性しか効かないとか、そういうボスばっかなんで、まあ、あの1枚持ってたところでっていう感じなんですよ。だから別にさ、スタートダッシュステップアップオーダーにフルバーストスキル入れていいと思うんですよ、いい加減っていうのを声に出して言いたい感じですね。だから本当始めたての人がリセマラしにくくて超かわいそうなんで、なんか今本当に出てるスキル庫がマジで多すぎるくらいなんで、あのそれくらいやってあげてもいいんじゃないかなって俺は思います。あのまあ運営さんの方針がよくわかんないんで、まあ運営さんが嫌だったら別にやんなくてもいいし、まあ俺のこの動画見てるかすら知らないんですけど、まあとにかく、まあそういうのをちょっと動画にしたかった感じですね。まあ動画のネタ、そういうのね、知識ある人だったらまあ尽きなくていいんでしょうけど、毎回毎回なんか、ちょっと変わるとさ、例えばその攻略サイトとかさ、あのリセマラでこういうの狙う方がいいよってさ、いちいち毎回さ、このオーダー、新しくなるたびに書き換えるのだるすぎるし、無料オーダーでこういうのあるよって言ったところで、無料オーダーも 0.005% とかでしょ、提供割合。そんなんさ、おすすめできねえっつうのって話で、マジでかわいそうなんで、まあ、とにかく、あれですね、そう、あの、リセマラ何狙えばいいのってさ、一番さ、普通聞くよね。だって最初何もわかんないんだもん。どう調べていいかすらわかんないと思うから、マジでかわいそうだと思うんですよ、始めたての人。だからそういうさ、人にさ、やっぱ親切なゲームだと、まあいいのかなって思うし、で、そういうリセマラするような人ってめちゃくちゃお金落とすってわけじゃない人がほとんどだと思うんで、で正直そのパワーライズ3とかパワーライズ4手に入れたところで、あのスキル編成がゴミだったら相当弱いんですよ。で始めたての人とか最初クソ弱いんで、で編成もなんか全然知識なくてクソ弱い編成とかしかできないんですよ。だから正直さ、当分さ、あのパワーラス3あったところで別にさいいと思うんだよね。じゃなくてもさ、正直さ、あのみんなさ、始めたての人とかさ、オーダーの引き方クソ下手なんで、なんかステップ1だけ引いて終わりみたいな、そこ確定枠まで引く方が絶対いいんですよ、確率的に。で、本当にその今の期間に出てるうちに取んないと、ほぼあの回収不可能って言われるくらいなんですよ、その無課金、微課金にしては。あの使うジェム分にしてはですね。なんで、まあ、そういうのもあって本当にガチでいっぱいあのジェム金して溜め込んで3万ジェムとか貯めて、こういうの出た時にあの、まあ、4万ぐらい貯めて一気に3周とかして確実に狙っていかないと、まあ、それだけしても出ない人は出ないらしいんですけど、大体それくらいやると、まあ、あのオーダー引く圏内かなっていう感じなんで。で、ちなみに、そういうの一生懸命リセマラしようとしてる人に対してなんですけど、まあ、俺くらい強くなるぐらいだったら全然いけるんですけど、トップ層には絶対届きません。もう絶対って言っていいのか分かんないけど、もうほぼほぼ、無課金、微課金だと不可能だと言っていいと思います。もう本当に無料だけで頑張る。出る時代は終わりました。正直もうはっきり言います、このゲーム課金ゲーです。
まあ、なんていうの、別に無料でも全然楽しめるし、ある程度強くなるんだったらいいんだけど、めちゃくちゃ強くなりたくてすんごい強い人と一緒に周回したいみたいな言ってるんだったら、まあ、ギリ、まあ、周回に参加するぐらいならできるかなって感じだけど、トップギルドとかなんか張り合うほどにはなれないです。もうもう諦めてください、そういうの目指してる人。もう先に言っときます本当に。そうじゃなくなったらまた動画にします。運営がそういうさ、無課金美課金でもさ、そういうトップ層に追いつけるみたいな、そういう仕組みを作るんだったら、またそういう動画を作るんですけど、基本的にもうトップ層に追いつくのは無理だと思っていいです。俺月もう多分5万ぐらい課金してるんですよ最近。それでももう多分ね追いつけないんで、っていうか、まあ、バイトとかで時間も取れなくて、集会とか取れなくて、こんな動画とか撮ってて時間使ってんで、もうね追いつけないです、はっきり言って。無理絶対無理なんで、うん、まあとにかくね、そういう人に対しては、まあ、ガチ課金ゲーだよっていうのを言っておきます。まあ仕方ない、ほんと仕方ない。もうね、まあ、とにかくそういう質問されると困るっていう話でした。いや困るからって質問するなとは言ってないですよ、全然いいんだけど、ちょっとすごい長文になって、こいつ結局何が言いたいのみたいな、ちょっと始めたてだしよくわかんないし、こんな長文書かれてもよくわかんないんだよって思われても仕方ないなっていうような書き方を私はします。質問されてももう本当に申し訳ないんだけど、毎回本当に返答に困るから、そういう質問の仕方になってしまうっていうのをちょっと動画で言いたかった感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。